持ち歩いてますちょっと仕事なんで4リットルぐらいは飲んじゃうかな最初は1リットルぐらい持っていくるんですけど、やっぱすぐなくなっちゃうんでコンビニとかで買って詰め替えるみたいな感じです冷たいのがずっとキープできるかなっていうところで持って行ってます街でもマイボトル、水筒を持ち歩く人が増えていますハンズ名古屋店に最近の傾向を聞くと。 暑いので、例えばこの600ミリリットルであったり、さらに上のこれが720ミリリットルなんですけど、えー、少し大容量のものというのをお求めになるお客様が非常に増えております今、注目されているのは、アメリカ、シアトルのブランド。SNS でも非常に話題となっております。 これを探して、やっぱり来られているお客様、非常に多くてあの、手に取ってご覧いただいている回数も非常に増えておりますおしゃれなだけでなくストローがついておりまして、直飲みで使えるのと、ストローを刺したままでお使いいただけます。車車ののカッププホルダーにに収ままるようになってておおおりましてお車の中とかあとかあはキャンプお家 などで蓋を開けたままですぐに飲めるというところ水筒を買いに来た人からは、こんな声があの今、使ってるのが、結構毎日、パッキンを外したり、部品が5個ぐらいに分かれてて、結構毎日洗うのが、っと奥だなと思ててまして <laughs> お手入れの悩みを解決してくれるのは。こちらは、えー、スライドして このパッキン部分が丸ごと外れるようになっておりますでこちらはもう一体型になっているのでこのまま細かいところも洗いやすいですし洗いやすさを追求したサーモスの水筒パコッと外して丸洗いできちゃいますさらに食洗機も対応しているのでお手入れが非常に楽ちんその他線とパッキンが一つになった商品も

清潔に気持ちよく使うためお手入れの方法を聞きましょうということで水筒やタンブラーでおなじみのサーモスにお話を聞きました洗いいいい方につつてどんなこと気をつけたらいいでしょうか基本的にあの水筒をご使用いただいたあとはふた、えー、と。蓋と えと飲み口ですね飲み口とパッキンを取り外してぬるま湯であの薄めた食器用中性洗剤であの用いてきれいに洗っていただくことが重要です取り外し可能なパーツは全て取り外すこれが鉄則です少し面倒ですが最近の商品はパーツが取り外しやすく洗いやすいように設計されているんです ボトルを洗う場合は柄の長い水筒専用のスポンジで容器の奥までしっかりこするのがポイントです専用のスポンジなどお手入れに便利なグッズは充実しています例えばこちらは形の違う2つのブラシとパッキン外しがついていて1本で水筒の蓋や飲み口など隅々まで洗うことができます 注意ポイントは商品によっては食洗機に対応していないものもあるのでお手入れは取扱説明書をよく読んでからででそして水筒を長く使うために大切なことが水筒の底面にあるシールなんですけれどもこちらは保護シートでございます長く使っていただくためには本当に剥がさないことをお願いしております。

暑いい日に欠かせない水筒毎日の正しいお手入れと取り扱いでしっかり水分補給をして夏を乗り切りましょう。